東大会も、ついに、決勝戦を迎えました。本日は、赤城山高校戦をお送りいたします。メイ君、赤城山の両校が、春の選抜出場をかけて、ぶつかり合います。まあ、いろいろあったようですが、現在試合は、延長18回表、ついに、赤城山が勝ち越したようです。しかし、追いすがるメイ君、ワンアウト二塁で、バッター山田の登場です。これは、試合終了ですか？いや、山田のサヨナラツーランで、メイ君、延長18回の、激闘を、制しました。春の選抜をかけた、関東大会決勝戦、凄まじい激闘でした。最後までどちらが勝つか、全くわからない展開でしたね。この激闘に、メイ君山田の一発で、見事ピリオド打ちました。いやー両校、素晴らしい戦いでしたね。ご視聴いただいている方々も、延長18回までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。次回は、春の選抜会場よりお送りいたします。それでは、まだ熱気冷めやらぬ球場より、お別れです。さようなら。